埴輪。埴輪とは、日本の古墳時代に、特有の素焼きの焼き物。古墳状に並べ立てられた。日本各地の古墳に分布している。埴輪は、3世紀後半から6世紀後半にかけて、作られ、前方後円墳と共に消滅した。基本的に中空である。作り方は、粘土で紐を作り、それを積み上げていきながら、形を整えた。字には、 別に焼いたものを組み合わせたりしている。また、いろいろな埴輪の骨格を先に作っておき、それに粘土を貼り付けるなどした。型を用いて作ったものはない。中心的な埴輪には、表面にベンガラなどの赤色顔料を塗布した。機内では赤以外の色はほとんど用いられなかったが、関東地方では、継承埴輪に、いろいろな彩色が施されている。埴輪は、 古墳の墳丘や作り出しなどに建て並べられた。埴輪は大きく円筒埴輪と継承埴輪の2種類に区分される。さらに、継承埴輪を大きく分けると、家型埴輪、機材埴輪、動物埴輪、人物埴輪の4種がある。継承埴輪からは、古墳時代当時の衣服、髪型、武具、農具、建築様式などの復元が可能である。 埴輪の起源は、弥生時代後期紅葉のきび地方の主張の墓であると、考えられている、弥生墳休墓、例えば、縦付き墳休墓から出土する特殊期代、特殊墓、特殊期代が高原家、特殊墓が高原家とも呼称されるであると言われている。三世紀紅葉になると、前方公園墳、岡山市と月坂一号墳、桜井市、橋墓古墳、 兵庫県立野市水戸町門原産51号墳から最古の円筒埴輪であると月型円筒埴輪が出土している。この埴輪の分布は立中から大見までに及んでいる。最古の埴輪であると月型円筒埴輪と最古の前方後円墳の副葬品とされる大陸製の三角円新獣京都が同じ墓からは出土せず一方が出るともう一方は出ないことが知られていた。 しかし、ただ一例、兵庫県辰野市水戸町の前方公園墳音源山51号墳では、広報部せっかくから三角円新住居が5面、せっかくそばで、とつき型円筒埴庭が発見されている。なお、前方公園墳の出現は、大和王県の成立を表すと考えられており、前方公園墳に、宮山型の特殊機台、特殊壺が採用されていることは、 日比地方の主張が、大和王権の成立に深く参画したこと現れだと、されている。日比勢力の当選説もある。日本初期水人期には、ノミノスクネが日バス姫命の両母へ巡視者を埋める、代わりに土で作った人馬を建てることを提案したとあり、これを、埴輪の起源とする。しかし、考古学的に上記のような変遷過程が明らかと、 なっており必ずしも正しいとは言えない。ただし、追認天皇は実在したとすれば、世界的に三世紀後半から四世紀前半の人物でありの埴輪が作ら始めた時期に限ればこの説話と考古学は一致するとも言える。古墳時代前期初頭、三世紀中央公用には、木々地方において、円筒形、または、壺形、少し遅れて、 着替の上の壺を乗せた形の朝顔形埴輪などの円筒埴輪が見られた。これらつつがった埴輪は地面に置くだけではなく、脚部を掘った穴に埋めるものへと変化した。前方後円墳の広がりとともに全国に広がった。前期前用、四世紀前用には、これらの埴輪とは別の系統にあたる家型埴輪のほか、木の傘、形埴輪や、 縦型埴輪をはじめとする機材埴輪、取り形埴輪などの継承埴輪が現れた。諸元気の継承埴輪については、どのような構成で、どの場所に建てられたか未まだ不明な点が多い。その後、墳町中央で、家型埴輪の周りに縦型、二形などの機材埴輪で取り巻き、さらに円筒埴輪で取り巻くという豪華な配置の、定式化が四世紀後半の早い段階で成立する。 そこに用いられた、円筒埴輪は、胴部の左右にヒレを貼り付けた、ヒレ付き円筒埴輪である。さらに、古墳時代中期中央、5世紀中頃からは、巫女などの人物埴輪や家畜である馬や犬などの動物埴輪が登場した。埴輪馬は、裸馬のものと装飾馬があり、装飾馬はバグを装着した姿で表現される。群馬県高崎市のほどた八幡塚古墳は、 ほどた古墳群に含まれ、古世紀前半代の前方後円墳で、馬や鶏、イノシシなど多くの動物羽庭が出土している。ほどた八万塚古墳から出土したウカタチ羽庭は首を高く上げ口に魚を加えたうの姿を継承しており、首には鈴のついた首紐がつけられ、背中で結ばれる表現も残る。ウカタチ羽庭の存在から、古墳時代には、 祭礼や行事としての迂回が行われていた可能性が考えられている。またこの頃から、埴輪の配列の仕方に変化が現れた。それは、機材埴輪や家型埴輪が外側で方形を形作るように配列されるようになった。あるいは、方形列を省略することも行われている。さらに、強形埴輪のひれ角に飾り立てるようになったり、 家型埴輪の屋根部分が不釣り合いに大型化したりするようになる。機内では古墳時代後期、6世紀中頃、次第に埴輪は生産されなくなっていく。しかし、関東地方においては、なおも埴輪の生産が続けられた。中でも、埼玉県河野寿市のおい出塚遺跡は、当該期の東日本最大級の埴輪生産遺跡として知られる。 ももと、木々日比地方に発生した特殊紀大系土器、特殊、壺形土器は、墳墓上で行われた、早々儀礼に用いられたものであるが、古墳に継承された、円筒埴輪は、墳球や重要な区画を囲い込むという、その樹立法からして、生域を区画するという役割を有していたと、考えられる。家型埴輪については、 師書の霊が生活するためのよりしろという説と死者が生前に居住していた館を表したものという説がある。古墳の埋葬施設の真上やその周辺の墳球場に置かれる霊が多い。機材刃庭では、蓋が高貴な身分を表彰するものであることから、二形刃庭も同様な役割と考えられているほか、盾や甲冑などの武具や武器系のものは、 その放御や攻撃といった役割から、悪霊や災いの侵入を防ぐ役割を持っていると考えられている。人物埴輪や動物埴輪などは行列や群像で並べられており、早々儀礼を表現したとする説、生前の再生の様子を再現したとする説などが唱えられている。このような埴輪の変遷は古墳時代の祭祀感、死生感を反映しているとする見方もある。 普通切手の衣装、馬兵士、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。